演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら三猫猫食感というものを食べてみたいと思います。いやー、見た目かわいいですね。しかも美味しそう。これがプレーンでチーズ、チョコ、フレンチトーストとなっております。これ以外になんかぬるぬるとかも売っていたのですが、今回はそのまま食べていきたいと思います。それではチャンネル登録よろしくお願いします。もちろん最初はこのシンプルなプレーンからいただきます。ふわふわしてるな。触り心地、見た目も可愛いし、これは食べ応えがすごく、結構思ったより大きいな。ではいただきます。実物は確かにそうだけど、君たちは別だよ。だって美味しいんだからって。結局よけより食い気みたいな感じになってるし、まあ、噛んだ瞬間にシンプルで味がないのかなと思ったんですけど、本当に噛んだ瞬間に甘い差が口の中にバッと広がってきましたね。クリームとかの甘さで、砂糖とかの甘さとはまた違いましたね。そして見た目が野上の食パンに近い、そんな感じでした。なのでプレーンをそのまま食べても十二分満足できる、そんなパンでしたね。とても美味しかったです。何がつけてもそのままでも美味しいので、こちらも点数とさせていただきます。そしてチーズとチョコはそれぞれの味がパン生地にうまく浸透していて、噛んだ瞬間にパン生地のふわっとした食感とともに黒が口の中に広がっていって、甘さ、かぐわしさを口の中に広げてくれて、とっても美味しかったです。組み合わせてもいいというのもまた嬉しいですね。そういうわけでこれら2つもまとめてこちらも点数とさせていただきます。最初から全部まとめとけると気もしますが、で最後に食べたフレンチトーストも甘さがしっかりとおしゃれな、ちょっと卵液の浸透が足りなかったかな。ちょっとパンが熱いのがこれだけは裏目に出てるような、そんな感じがしました。ちょっと中まで浸透して甘さをじわっと感じたかったんですけど、中の方まで浸透していなかったので、ちょっと足りないかなと思えた部分があるので、まあ、それでも感じられないというわけではないんですが、だからそこはちょっと惜しいかなと思いましたので、こちらの点数とさせていただきます。見た目も可愛くて美味しいって本当にいいですね。また新作が出たら食べてみたいです。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞開演。